厚生労働省は28日、新型コロナウイルス感染拡大の長期化を踏まえ、一定の条件を満たした生活困窮世帯に3ヶ月で最大30万円の自立支援金を支給すると発表した。対象は約20万世帯で、早い自治体では7月から給付を開始する。福祉事務所を設置する自治体が窓口となり、主に郵送で申請を受け付ける。厚労省はコロナの影響で休業や失業した人を対象に緊急告知資金と総合支援資金の特例貸付を通じ、合わせて最大200万円を支援している。新たな給付は貸付の限度額に達したなどの理由でこれ以上の支援を受けられない世帯が主な対象。世帯ごとの支給月額は、単身が6万円、2人は8万円、3人以上は10万円と決めた。また厚労省は、特例、貸付の申請期限を6月末から8月末まで延長することも発表した。詳しくははじめくんのブログへ。